はい、どうも、メスでーす。本日もね、e フットボール2022をやっていこうと思うんですけれども、先日開幕したこの e フットで、とあることがね、まあ、早速気になっちゃったわけですよ。はい、なので、今日はね、もう調べていこうかと思います。何かというと、そうプリズムレア。公式ホームページの方にもね、書いてあるんですけど、このプリズムレアって、スタンダード選手が、獲得できる、まあガチャとか、まあガチャはまだね始まってないのであれですけど、まあ今で言うと GP で獲得できる指名契約、まあしかないんですけれども、まあそこでね、一定確率、まあなんか低確率っぽいんですけど、そこで配信される特別バージョンとなっています。昨日ね、動画見た方だったらご存知かと思うんですけど、出たんですよ。はい、早速プリズムレア。はい、でこのプリズムレアって、この遊び方ってね、このヘルプモードからこの遊び方っていうところを見て、ここのねプリズムってところに書いてあるんですけど、通常選手とは異なるプレイスタイルを持つことがありって書いてあって、うん、あのさ、俺のバリオスさ、ナンバー10になってるんよね。うん、いらないから。昨日も言ったけどね。うん、まあなので今日はですね、前置き長くなっちゃいましたが、この通常指名契約で300回ぐらいやろうかな。ちょっとね、時間が許せば、まあ、サクサクいけば、いや、まあ、300ぐらいは限界かな。この契約で、300回。同じ選手を獲得して、プリズムが何回出るか、そして、どんなね、プレイスタイルが出るか、検証していきたいと思います。これちょうどね、見たら、0GP。ただで獲得できるね、選手がいたので、まあ、この選手をね、ひたすら獲得して、やっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、前置きあんまりぐだぐだ長くなってもいけないので、もうちょっとパッパパッパ引いていきましょうか。OK。さあ、どんどん行きましょう。一つね、懸念材料としては、このね、これ通常だったね。うん、キラキラして、特別な選手が出ましたみたいなやつが出るんで、もうパッパ飛ばしていこうと思うんですけど、果たしてこの、まあ、低レアリティ、まあ、黒玉とかね、金玉とかっていうくくりが、もうすでにね、このeフットボールではないんですけど、この 0GP で獲得するこの選手にプリズムが果たして適用されるかっていうね、心配は少しある。うん、多分あると思うんだけどね。まあ、ちょっとひたすらどんどんやっていきましょう。あとね、なんか視聴者の情報でどっかに書いてあったのかな。まあ俺がね、少なくとも公式ホームページとかこの e フットボールのね、ヘルプとかで見た限りだと書いてないんですけど、なんか 1% ぐらいみたいなね、なんか話があって、それ本当かなってわかんないんだよね。まあ、ちょっとそれも含めてね、調べていきましょう。あと、あれだね、もう一つ気になったのが、まあ、多分間違ってはないと思うんですけど、あれだよね、多分プリズムでなんかプレイスタイルが変わるって言っても、結局別のポジションのプレイスタイルにはさすがにならないと思うんだよね。だからフォワードとかだとさ、例えばこうね、ラインブレーカーメッシュとかもあり得るってことだよね。めちゃめちゃなんかそれ欲しくない？まあでもこの超低確率でわざわざそれを狙うっていうのはなんかかなり厳しい気はするけど、 GP とかが余ったらやってもいいかもね。いやー、でもすでにな、結構獲得してプリズム出てないからな、いやー厳しいかもしんない。はい、ということで、こちらご覧ください。はい、100連しました。ゼロです。はい、これさ、不安になってきたんだけど、100回やって出ないとなんかだんだん不安になってくんだけど、俺が最初に言った説当たってない？これ無料でさ、これ獲得できる選手はプリズムレア存在しないとかないよね。もうなんか不安になって、どうしよう。でも GP ないしな、一番安いので 3000GP なんすよ。うわー、どうしよう。とりあえずもう100連いってみるか。それでちょっと考えよう。うん、とりあえずもう100連だけいってみます。めちゃくちゃ怖い。大丈夫かな、これ出ないとかないよね。怖い怖い怖い。わー、来た。わー、来た。来ました。急に、うわ、出たわ。うわー、やっと来た。やっぱそうだね。うん、フォワードの選手で、もともとね、ボックスストライカーの選手なんですけど、ラインブレーカーのプレイスタイルになりました。
うわー、これ何連目だ、おい超かかったよ。うわ、これさ、あのバリオスで俺ね、もう中指名契約か、指名契約2回目の選手がバリオスだったんだけど、2回目で引いたの、ガチ奇跡だったわ。ほら出たプリズム、これね、200連近いね、170連60連ぐらいかな。まあ いや、ちょっとまたね、ちょっと数は表示しておこうと思うんですけど、やっべ出たわ。うわー、まあじゃあそしたら、まあこれでも出るということなので、とりあえずそうだね、まあ GP は使わずに、300連まで行こうかな。お、これさ、ガチでさ、視聴者がなんか 1% とか言ってたけど、どっかに書いてあんのかな、リアルに 1% ぐらいかも、確率めっちゃ来ない。うん、俺もう、もうこんだけ来なければ、もうむしろなんかもう GP 以外で獲得できろと思って、うん、あ、獲得できろじゃねえや、 GP0 のやつはもう出ないでくれと思って、むしろ超確率低いよこれ。だからなんかラインブレーカーメッシュ欲しいな、じゃあプリズム狙うかとか言ってのはもう不可能です。はい、絶対に無理。うん、これたまたま出るか出ないかみたいな、そんな感じだね。あ、やべえ、臨時メンテ入った。うーわ。あ、マジか。あー、なんか来てたな、お知らせ。うわー、マジか。300連、あとちょっとだったんだけどな。うわ、ガチか。あー、ダメだ、こりゃ。ダメだ、こりゃ。これ、何のメンテナンスだろう。これ、もしかして、あれじゃない？クレイさんがさ、プロスピ実況者のね、クレイさんが、なんかeフットボール2020にやった時に、バグが起こってね、ツイッターに上がってたんですけど、それじゃない？うん、これ、バグの、あれじゃないかな、修正の臨時メンテじゃないかな。なんか、e ハンドボール2022になってたやつでね、ツイッターやってる方はね、クレイさんの、はい、ツイッター飛んでいただけると、めっちゃ面白いの見えるんで、いや、マジかー。うわー、これちょっと、動画上げるのはちょっと遅くなりそうだな。ちょっと残りはね、メンテ明けに、確か2時間ぐらいだった気がするんだよな。ちょっとメンテ明けにね、また残りやっていきたいと思うんで、一旦、休憩。はい、ということで、メンテ明け後ね、残りの回数も回して、合計300連いきました。それでは、結果発表の方していきたいと思います。300連した結果、プリズムレアは、どこだ？どこだ？あった。一人だけでしたはい。まあ、どこかにね、1% って書いてあったのか知らないですけど、ちょっと僕はね、確認できなかったんですけど、まあ、確率低いわ。プリズムレア。できればね、このラインブレーカーとか、この、なんだろう、選手のプレイスタイルがね、どう変わるかっていうのも検証したかったんですけど、検証するほど引けなかった。まあ、でも多分だけど、まあ、どう考えてもね、多分同じポジションの、その違うプレースタイル、さすがにね、フォワードがいきなりアンカーになったり、なんか守備的ゴールキーパーとかってのはありえないと思うんで、いや、まあ同じポジションのね、多分違うプレースタイルが当てはめられるって感じだと思うんですけど、いや、まあね、その辺も検証したかったけど無理だ。うん、マジで確率低いです。まあなのでね、プリズムで当たった方はめちゃめちゃラッキーということで、はい、終わります。ありがとうございました。ママ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 、ウィキレマナ。